はい、どうも、ちりくです。本日はですね、キバデカヌ神を紹介していきたいと思います。本日久々にランクマの動画なんですが、まあ、本日はまたね、昨シーズン S6 で結果を残したパーティーの紹介になります。まあ、最終3桁、789位、レート1911ですね、の構築の紹介になります。まあ、今回はですね、このキバで先発でアドを取り、で、中間デカヌちゃん、で、相手のね、まあ、アンコールとかで切り返して、ラストね、羽ばたく神で締めていくっていうパーティーになってます。いや、このパーティーね、この3枚がマジで使いやすくてめちゃめちゃ強かったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へ、どうぞ。はい、じゃあ行ってきましょう。相手のパーティーがラウドボーン、アオジアン、偉大な牙、この世猿、包み、タルップルと。さあどうしますかね。牙デカヌ神かな。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発パオジアン、どうしようかな。これギリテラス切っちゃうのもありだけど、いや、ツララフェイさすがに耐えないと思うんだよな。いきますか。さあテラス切って、当然相手はつらら、これは牙は B が高いので大丈夫だ。 OK、 動くの偉くて、まあじゃあどうしようかな。ぶちかましが一番いいかな。みんなはじゃあ落とせないし、ぶちかまし打ちますか。 OK、 とりあえずパオジアン突破、これ対面処理できたのはいいですね。とりあえず悪くなくて、裏から来るのはこの世猿、この世か。ああそうなんだ、ギリ取っとくのもありだけどね。一旦デカヌちゃん展開するか。ちょっと裏誰だろうな、これ。いや、まあデカヌ出すか。デカヌ出しましょう。デカヌちゃん出して、まあ、神でもよかったんだけど、まあ、テラス切られて切り返されると、ちょっとラス1勝負が苦しくなりそうだから、こっちの方がいいかな。ギルどう？あ、オッケーオッケーって。これは上から、あんま最速いないと思ってるんだよな。アンコールで縛れるから、アンコールで。オッケー。これでもう一生ビルド打つ機会になると。 OK、 いいっすね。このデカヌでしっかり上から縛れるのはでかくて、ここどうしよっかな。まあ引いてくるとは思うんだけど、ちょ一旦はたいとくか。 OKOK、 お盆はたいてビルド、そうね、まあ、ここね多分相手アンコールに合わせて交代してくる気がするんだけど、まあ、一旦ステロでいいかな。次のアンコールタイミングまでは多分突っ張ってくると思うので、一旦ね、一旦これでよく、一応ここはアンコール連打しますか。おー、突っ張ってくるな。へぇ、まあ全然いいけど、これは全然構わんくて、どうしようかな。難しいね。神出しちゃおうかな。神出してムーンフォー、ムーンフォーよりシャドウボ？あ、どっちがいいかな。とりあえず神出しちゃいますか。マジでデカヌちゃんしっかり仕事してくれた。この世のね、お盆をはたいて、さらにステロ巻いて、この世をアンコールで縛れてる状態、結構いいですね。さあブーストエナジー発動。おお、どうしようかな。まだビルド、まあムーンフォでいいかな。じゃあテラス切られた場合だけがめんどくさいんだよな。ムーンフォでいいか。オッケーオッケー、さすがに切ってくるよね。よーし、いい火力。青くっけ。はい、対戦ありがとうございました。これはでもデカヌちゃんのアンコールが偉かったです。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、武人、マリルリ、イーユイ、カイリュウ、ツツミ、リンリュウと。さあ、どうしますかね。誰から入るか。キバか、デカヌ、カイリュウ、ハバカミみたいな選手がいいかな。デカヌ先発だと相手のイーユイやばそうなんだよ。キバ先発の方がいいかな。キバ、デカヌ、神、これでいきますか。はい、対戦よろしくお願いします。相手の先発いいよ、オッケー。これはバックアド対面。いやー、ゴッテラ警戒するかどうかだな。あ、草テラスもあるんだよな、しかも。いや、まあ、インファ打ちますか。おっしゃー。え、ちょ、助けやだな。助けあるんだよな、全然。いや、でもしょうがないね、これは。前傾はできないから。オッケーオッケーオッケー、タスキーじゃない。そう、逆にね、これスカーフだと、タスキー、あ、スカーフだとスピン裏目になりかねないから。ね、俺も普段ね、純速87族抜きでスカーフ EU 使ってるから、結構。これはしょうがない。でも結果正解だったんで OK です。裏から来るのは鉄の包み。これは切りでいいか？さすがに切っていい。ブーストエナジー。
この木は取っとく価値があるかどうか、まあ、ラス1次第だけどね。まあ、包みから入ってきたエナジーから来てるからね。マリルリとかだったらマリルリから入ると思うから、マリルリは切って良さそう。まあ海流か海流人流あたりな気がするな。ラス1じゃあ後出しもなしじゃないけど、まあ言いますか。スリドラー、まあデカルちゃんで地鳴らし入れちゃえば、神で上から殴れるんで、でラス1にね多分神が結構強めだから、ここはデカルちゃんで地鳴らしを入れていきましょう。ラス1誰からな、本当に。ここは地鳴らし打っていきましょう。身代わり、さすがに割れるっしょ、さすがに割れるはず。これ多分デカハンマーアンコールしに来た感じな気がする。デカハンアンコールできたらね、次悪あがきしか出せなくなるから、あ割れないのやば、割れないのやばすぎで。アンコール、ああ全然いいよ、それは構わなくて。もう一回身代わり払わなきゃいけないからね、そしたら。まあまあまあそれはいいかな。いやどうしようかな、デカルちゃん思ったより火力なくて困るな思ったよりね。ワンチャンドラゴンテラスでドロポン2発目耐えるみたいなルートを取れそう。あーこれ海流か、はい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 、なるほどね。あ、まあそれはそれでいいや、それはそれでまあよくて、神から入ろうかな。ここ神速か、いや神速だろさすがに、なんなら神で勝ってないこれ。ちょっとデカルちゃんラス1残すの嫌なんですけど、まだだいぶ勝ってそう。どうでしょうか。これねいいのが、包みが仮に耐久ぶりでもね、ムーンホースで落とせるんで。リュウマイか、なるほどね。まあ、ちょっと気持ちはわかる、気持ちは非常にわかる。ここは甘えるで、相手テラス切って、まあ、多分殴りに来るんだけど、ここは上から甘えるが打てるので、まあ、一旦耐えるかな。こう。いやー、テラバか。まあ、ちょ、テラバ若干めんどくさいけどね。まあ、でも2回入れちゃえば、多分特殊にできるんで、大丈夫じゃないかな。どうだろう。テラバースト。どんぐらい入る？80か。ダミ分け打っちゃった方がいいか。もう1甘える、微妙だよな。甘え、もう1枚でもして特殊にしないと多分ね、どっちにしろ開けちゃうと思うんだよな。テラバーストここ耐えてほしい、多分これで特殊になってるから。オッケー、神偉すぎる。ここ痛み分けで、オッケーオッケー通る。痛み分けが強すぎる、最強技だなマジで。テラバーストこれはもう40いくつしか入んないから、もう一回痛み分けでいいかな。これか仮にねここ包み引きだとしてもちょっと回復できるから、相手確かまだ身代わりね1回か2回貼ったぐらいだから、1回か1回しか貼ってないから。やばそう、オッケーオッケーオッケー。じゃあここムーンホで落としに行きましょう。ムーンホでこの HP なら回路絶対落とせるんで、ほい、オッケー回路突破。これで上からムーンホース通るから、やっぱ包みのね、エナジー一回流してるんで、勝ちなんじゃないかな。どうだろう。さすがにあの HP なら落とせると思うし、まあ万が一耐えられても、デカヌの地鳴らし圏内には行くと思うので、まあ畑でもいいし、ムーンホースで。勝ってるはず。おら！オッケー！強すぎる。はい、対戦ありがとうございました。いや、これ神が強いわ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、パオカミリンルーサーフゴを認む同等。さあどうしますかね。デカヌ海流神か、キバデカヌ神。行きたい。いや、まあリンルー重くなっちゃうか。でも、キバ連れていかないとね。キバに鋼テラス切るルートの方がいいかな。これで行く？いや、まあこっちの方がいいか。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発リンルーオッケー。バクアド対面。どうしよっかな、ここ。まあ、テラス切らせたら切らせたら OK なんで。まあ、サーフゴバックも神バックもそんな嫌じゃないから、インファで入りましょう。OK、リンルーにインファイト入る。強い。さすがの馬力。これが強いよな、キバ。カタストロフィー。OK、いいんすか？落ちちゃいますよ。か。
あ、食べ残しか。なるほどね。ここちょっと、ここはね、紙引きが一定数あると思ってるんで、ぶちかましで倒していきましょう。オッケー。まあ、そのまま、倒させてくれると。オッケーですね。よし、人類突破でかい。マジで。人類が一番ね、紙通す上でしんどいから、やっぱり。テラス込みでね。めんどくさいんで。どうか。いい。相当重いんじゃない相手の裏。サーフ号とか。遅いサーフ号とかありそうだな。メガネちゃん出してもいいけどね、正直。どうってだって、地震か、テラス切って多分ここね、地震か毒毒だと思うから。まあ一応ね、天然だった場合 BD ダウンはリセットできるからいいんだけど、テラス切らない未来なくねだって。メガネちゃん出すか。ちょ、牙ちょっと大事にしましょう。まあまあアドソレスをこれで。メガネちゃん出して。おー、マジか。普通にぶちかましで多分死ぬけどね。どうしようかな。まあ、ステロ参っちゃっていいかな。まあ、一旦ステロでいいか。眠らせるならデカヌちゃんかなと思って。ステロ、それは全然刺さってないからいいよくって。ラス1誰だろうな、本当に。サーフ号とかかな。まあ、一旦そのまま行きますか。引っ込める。まあまあまあ、そうよね。パオジアン。いや、ちょ、剣舞パオだけはなんだよね。剣舞パオだけね。他は大体勝ってそうなんだけど。ここ一旦地ならしレンダで。相手はテラスを切っている。何テラスでしょうか。炎。あー、なるほど。炎ちょいめんどくさいな。剣舞、あ、やばい。剣舞はやばい。剣舞はやばいっす。いや、マジか。それね、寝てるか。え、ちょ、マジか。どうしようかな。いや、これテラバだと思うんだよね、さすがに。テラバ、スララ、V 打ち、剣舞。いや、まだ起きるかわかんねえんだよな、ここ。いや、まあ、そのままか。あ、地獄好き、オッケー、テラバないの、これ。起きてほしい。ここ起きてほしいな。神ー。え、カネちゃん、偉すぎ、マジで。よしよしよし、これは大丈夫そうかな。急所。まあ、急所は、まあ。で、ここ、アンコールでいいか。あ、オッケー、オッケー。だったら地鳴らしでよかったんだけど。これでね、上から牙で安定して処理できるから、勝ってるはず。よしよしよし、危ない。相手に手らばなくてよかった。まあ、手らばってもね、ギリまだね、繋がってはいたけど。あ、神で。甘える上から打てたし。ここはまあ、何がいいかな。ピンでいいな。そうだよね、オッケー。これ勝ったね。よし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 。ここスピン打てるの、割れながらナイス。割れながらこれナイス。ほっ。で、アイスピじゃ落とせなそうなんだよな。ぶちかまし打つか、まあ。そうだね、ぶちかまし打ちましょう。まあ、本当はね、ここ、アイスピで倒せるならアイスピで倒せば、相手の不意打ち絶対耐える。ただね、まあ、不意打ち若干ランス乗りそうなんだよな、これで。そもそも不意打ちがあるか微妙だけど。まあ、そもそも神の、シャドボ圏内だから大丈夫か。そうだね。相手が、つぶてじゃねえよ、不意打ち持ってないんだったらそもそも勝てるから、大丈夫そうですね。打ち込ましね。つぶて不意打ち両サイはもう技スペ的に絶対ないから。オッケーオッケー。不意打ちは耐える。よーし。いやーでもこれはデカヌちゃん偉かったね。デカヌちゃんが起きてくれて地鳴らしてってくれた。まあ、そもそも牙で先発アド取れたのがめちゃめちゃ大きくて。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、この牙デカヌ神の強さ見せることができたんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、その強いところが、まあ、何点かあると思ってて、まず1個目が牙が先発としてかなり強い。で、デカヌちゃんも、その牙に対して自信を打ってきたところ、相手がね、自信を打ってきたところに対して風船を合わして、使わせてアンコールではめていくっていうところでまたテンポが取りやすい。で、この2枚で取ったテンポをユリを取ったところをしっかり最後ね、神でスイープしていく。やっぱ神もね、甘えると痛み分けを採用されてるんで、もし仮にデカヌと、牙でね、テンポが取りきれなかったとしても、ね、甘える痛み分けによって複数体持っていけるポテンシャルがあると思ってるんで、そこを含めて強いかなと思いました。はい。やっぱね、強い以上に、まあもちろん強いんですけど、強い以上にかなり使いやすい並びだなと思いました。やっぱ大きく不利を取る相手がいないパーティーになっていると思うので、
ぜひぜひ使ってみていただけたらな。ということでね、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあね、今回は、基本選出の3枚だけ選出したんですけど、まあ、カイリーもね、選出すればかなり、選出できるときは選出すれば一番パワーが出るそうなので、ぜひぜひね、使ってみていただけたらなと思います。まあ、やっぱりね、牙も神もテラスを切らなくても、パワーがらせるっていうのがかなり偉いと思ってて、まあ、デカルちゃんはね、もともとテラス切るポケモンじゃないんですけど、やっぱね、テラスをこのポケモンに切らないといけないポケモンって一定数いるじゃないですか。まあ、例えば、テラバ採用、飛行テラバ海流とか、まあ、あと、テラバ採用のパオジャンとかかな。まあ、その辺はやっぱテラス切らないとパワーが出ないんですけど、そっちはそっちでね、パワーがその分出せるから強いんですけど、やっぱどうしても立ち回りに幅が出ないんですね。と一方で、この牙と神、このね、牙デカの神みたいな並びは、テラスを切らなくてもね、どのポケモンも強いので、やっぱそういったところでね、立ち回りに幅が出やすいってところで、そこがやっぱ動かしやすさにつながっているんじゃないかなと感じました。まあ本当にね、強かったので、ぜひぜひ使ってみていただきたいのと、まあもしね、もっとこの構築詳しく知りたいという方は、ぜひね、概要欄に構築記事を、元の記事をね、貼っておきますので、ぜひそちらからね、記事の方もぜひね、覗いていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。で、まだまだ最終3桁達成したパーティーの方を募集しておりますので、もしね、今回みたいに構築紹介していいよという方はね、ぜひ送ってきていただけたらなと思います。まあなんか Twitter の DM か、もしくはね、YouTube のコメント欄の方にね、構築記事を送ってきていただけたらなと思います。またね、概要欄に Twitter のリンクがございますので、ぜひそちらの方からフォローの方もよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。